はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和子様、たまらんちん会長様、靖国の森様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1月21日土曜日、17時、午後5時から、都内にて、メール党員様限定新年会を開催いたします。ご応募方法は、党員メールでご確認ください。よろしくお願いいたします。忘年会よりですね、会場狭くなっちゃって、定員が少ないんで、申し訳ありませんけれども、今回は、支部長と代表好きたっくんは参加ご遠慮ください。誠に申し訳ありません。メール党員さんをちょっと優先してですね。支部長さんもメール党員なんですけれども、本当に申し訳ありません。支部長さんは、たっくんは、別に飲んでるから勘弁して、みたいな、そんな感じになっております。情報ありました。コラボを支える会の一員となった途端に、覚醒剤使用で逮捕された薬物牧師森の所属していた教会、弟子教会ってなって、ウリストお決まりの赤クルスでした。神戸弟子教会。これキリストの弟子っていう意味だろうな。信徒とも言いますけれども、教会としての処分は判決が出てから考えるみたいな張り紙がしてありました。誠にご迷惑おかけしました。うちの森が逮捕されてみたいな、そんな張り紙ありまして、逮捕された森は、神戸市版コラボのホザーナハウスの代表者でもあった疑惑が深まりましたね。これついでにホザーナハウスって何やってんの？刑事さんが調べてくれといいんですけれどもね。コラボについて加藤厚労大臣記者会見。公金は法に基づいて適正に執行されなければならない。との再調査の結果をもって必要な対応を行っていく。2月末の期限のことをですね、きっとこれはね。これは記者がグッジョブ。どこの記者だろう聞いてくれたの。ネットの話、を把握してるのね。さすがじゃん。国税も投入されてるんだから、厚労省も責任持って対応すべき。厚生労働省が結果待ちってコメント出してるのに、その本丸でありながら一切触れないゆりこと記者。めちゃくちゃやろ。そうだね。自分の縄張り、先に国に割り散った。東京都は、すでに燃え上がりすぎて暑いので、今は触りたくない。ダメコンどうするか、試案中。これ、ゆり子、都知事のことですかね。あとは、都庁の職員連中。今はとても熱い話題だから、首を突っ込みたくないのかも。毎日の記者は、我々が扱ってないから大した問題じゃないと、抜かしてたな。若年女性だけの支援って、差別だろ。もっともですね、若年男性は支援しなくていいのかという気もします。厚労大臣、つまり国もコラボ問題は知ってたと。これ質問 NG にしてですね、だんまり決め込んでる小池都知事の面目丸つぶれじゃないの？先に言われちゃって国に。明らかに自分とこの所管なのに、頭飛び越えて厚労大臣に先に言及されちゃってさ、2月28日を待って対応するぐらい言っとけばよかったのに、都知事も完全沈黙だもんね。これは後ろめたいところ、後ろぐらいところ、コラボ側とずぶっていた、と思われても仕方ないですよね。都の監査事務局はわざわざ監査パス用の表算を捏造している場合じゃないですね。そろそろ見切りつけて、球団側に回らないと大変なことになりそうだな。あと都の福祉保健局もね、直接の所管だったコラボの。都監査事務局。あかん。こんなんじゃ、監査に通るわけがない。帳簿を作り直さんと。その元となった収支報告を作成したですね、税理士の矢崎芽衣さんって方いるんですけど、ツイッターのアカウント削除してネットから消えております。ネットではですね、生きてる？消されたの？心配する声多数でありました。ニートムの高額の食事代と言われて2万円以上の領収書を探して何人で食べたか確認作業を数ヶ月。そもそも帳簿自体つけてないかのようなうっかりツイートしてしまいました。ネットの反応です。探して対応しなきゃいけない時点でおかしいんだよ。ふざけんな、公金だぞ。普通はスキャンして電子インデックス貼って即座に見つけられるようにしとくもんですよ。経理部の方ですかね、この人。納税者は税金の使われ方を知る権利があると。もううっかり屋さんだな、こんなツイートしちゃってな。高額の食事代は、これは監査事務局がですね、表参を捏造する過程で要求したんでしょうね、コラボ側にね。元帳簿がダメすぎて。その表参もですね、全部やり直せ、2月末までにって言われちゃって、あんなに頑張ったのに、血涙、ああとですね。まあまあ、ひまそらさんの主張、水増し請求があるのではっていうのは、退けてられてないよね。られてないよね。都が出してる2600万以上に金使ってっから政府って、なんだそれっていうおかしな理論ですよ。私から言わせるとね。子供に1000円やって教科書買ってこいって、言われてですね、1200円したけど、200円は僕が出しといたって言われて、教科書を見せないって、買ってきた教科書を見せない。何の教科書買ってきたか答えないっていう、そういう状態でしょう。なんぼさ、都が出してるお金よりいっぱい使ってからちったってさ、それ報告だけじゃん。東京都北区議員。山崎太子、共産党、池内沙織さんと、新渡無能さんのトークセッション、ほんと素晴らしかった。うわぁ、池内さんのビラを渡してくれたコラボの女の子たちにも、本当にありがとうございました。未成年だとしたら、選挙違反では？あと、保護した女性を選挙活動に使うっておかしいんでは？コラボはいつから政治団体になったんだと、非難轟々でした。アウトだろうな。やっちまったな。無能な味方からほころびる。うわぁ、自白しやがった。まさか保護した家出少女を動員してねえだろうな。してますよ、これ。沖縄にも連れてって、その時の写真とか映像とか、ツイートしても、共産党が公選法を理解してないって本当だったんだ。いい加減選挙違反で逮捕しろよ。共産党はどんな犯罪をしても許されると思ってる。税金もらって選挙応援か。とことんふざけてんだこいつ。選挙で楽器使ったり、大勢で踊ったりするのやめろ、うるせえんだよ。憎まれてますね。共産党は公選法の勉強会でも定期的に開催したらいいんでは？理解してねえみたいだから、まあ勉強してもですね、頭が悪すぎて理解できないかなとは思いますけれども、コラボは若年女性を保護する社団法人のはずだったんですけど、こいつらやってるの完全に政治活動じゃないですか？政治活動だとしたら、政治団体なんだから、都から事業を委託できないぞ。都から事業をもらえないよ。政治団体は政治活動やってる。でもお前らね、コラボ、都の事業を請け負っているじゃないですか。で、政治活動やってるのおかしくないか、いう話でありますね。一連のコラボ事件全般に対するネットの反応、今のところ。マスゴミ、どうすんだろうね。パヨ、また負けたのか。パヨ死にそうで草。パヨの悲鳴で飯がうまい。パヨを日本から叩き出すのは正解。パヨってレッテル割りと印象操作ばっかで反論できてないもんな、バカで。パヨの反論になるほどと納得してくれるのはお仲間だけだぞ。パヨ、コンクリートから猫ババへ。差別がーで逃げられないパヨで笑ったわ。不当なことをする不適切団体、それがコラボ。弁護士団が噴書発言で燃え上がってるよ。敵を増やす天才かよ。最弱コラボでこれなら、今年は楽しみが続きそう。あとは若草プロジェクトとか、ボタンだっけかな。そういうような怪しい団体も控えてるみたいですね。まあ、姉妹団体っていうんですかね。世間のヘイトを一身に受けて逃げ回る。コラボ、擁護派の皆さん、お疲れ様です。都の事業を請け合ってる団体が政治活動してんじゃねえぞ。のコラボさん。韓国の慰安婦支援団体、正義連。ここはあれですね、本家本元の、水曜集会とかやってるとこでねえべが、ソウルの日本大使館前で20年間も集会やって嫌がらせやってるとこ、大元じゃねえべが、スポンサー団体名簿にですね、正義連が公開している、こんなにスポンサーしてくれました私たちにという名簿にですね、日本コラボと名前を連ねておりました。だから寄付してんでしょうね。代表の新渡無能は22年8月31日にソウルの正義連集会に参加してた。本人ツイッターから、本人がばらしてた。ネットの反応です。これまたとんでもないものが。ダメだ。これはダメだ。本当にダメ。個人名ならまだしも団体名でって。日本の税金が反日活動に使われてるってことが、それだけじゃなく、連帯団体認定されている。連帯団体認定。兄弟団体ですか。税金が外国の反日団体に流れてるってこと。委託料の目的外利用に、目的外利用に該当して返還義務が生じませんかね。他の事業を委託している団体として、寄付はおろか、デモ参加には問題がある。政治活動はね、政治団体が思える。じゃあ、事業受けられないよ、になりますね。やってることがズブズブすぎて、もう見てられない。ほんとズブズブ。毎日毎日こうネタ増えるのはもう勘弁してほしいな、情報型で。税金からではなく若年女性支援募金からだとしても問題。公金もらってる団体が反日組織を支援しちゃダメでしょ。この寄付もですね、若年女性支援の経費ってして、都に収支報告してたら笑っちゃうんですけどね。都の事業なんだから、対象は都民の女性でしょう。埼玉県民は埼玉版、コラボもどきに任せるべきなんじゃないの？千葉とか神奈川のね、本筋でなんで慰安婦を支援しなくちゃいけないんだって話。それに韓国でもですね、日本同様に外国人の政治活動は禁止されてないの？されてるんじゃないの？休戦中にしか過ぎないんだし、政治団体は外国人からの献金禁止されてますよ、日本は。ですんで、私んとこの、ご寄付、ご支援の受付にも、外国人の方はご遠慮ください書いてありますからね。都の事業を請け負ってる、準公的機関が政治活動をやってんじゃねえ。しかも外国の反日組織に、委託打ち切りの立派な理由になりますね、これね。まあ、来年までコラボあっかどうかわかんないですけど、来年度って4月から、来年度予算ってなるじゃないですか。ソウルで慰安婦集会参加画像ですね。誇らしげに自分で投稿。脇が甘いどころじゃなく、脇がないレベルだな。今頃彼女、どうしてこんなことになってしまったのかって思ってんだねえがな。本体の共産党が助かるためにですね、コラボを切り捨てることが決定したようでですね、赤旗が過去のコラボ関連の記事を急いで削除中だそうであります。アーカイブ消してる。コラボ終わったな。2月末の判決までに、期限までに代表者がですね、どっかで発見されて、こいつが全部悪いんですって、罪を全部押し付けられて、うやむやになるっていう可能性すら出てきましたね、これね。桑原。代表のニート無能も、どうして私が、共産党に、全部のマスコミに、おまけに、慰安婦団体に守られてて、都の福祉保健局ともズブズブの監査局も、私らを守ってくれる私がなんでこんなことにって思ってませんかね。まあ甘かったんだよな。その正義連の元代表、寄付金横領で懲役5年の求刑、それが昨日だそうで、なんてナイスなタイミングなんだ。横領された寄付金にコラボからの寄付金もきっと入ってたでしょうね。原資は税金のね。雑談枠なんですけれども、まあ、この他にもニュースあったんですけれども、岸田総理が参拝する伊勢神宮参拝直前に、なんか遠隔操作で爆竹が爆発とか、なんかしょぼいね。バカ野郎ってやるならちゃんとやれよっていう話なんですけれども、今年いっぱいでなんと、テレ放題サービス終了。まだあったんだ。またサービスあったんだ。驚きました、私。これが一番驚いたかな、今日のニュースの。ネットの話、まだあったんかーい。本当だよね。パソコン通信、電子会議室。ネットのことを、昔はパソコン通信って言っておりました。あとですね、電子会議室は、チャットのことかな。当時はみんな寝不足でさ、エロ画像表示に1時間近くかかったあの頃、大変お世話になりました。主にエロ目的で。動画の再生なんかできませんでしたよ。画像の再生が精一杯で。例えば1ページにですね、写真が50枚も載ってるような、ホームページ開くの大変でした。時間かかっちゃった。このスレの加齢臭がきつい。インターネット老人会スレ。エロ画像保存のためにフロッピーを数百枚買った思い出。根性あんなこの人な。一体どういう人が使ってたから今までサービスが存続してたんだろう。まだやってたんだ。私もわずかな機会にテレ放題のお世話になりましたけれども、すぐに ISDN。これもわかんねえだろうな、若者は。ADSL。これもわかんねえな、若い人は。に移行したんだが、まだやってたんだ、テレ放題な。今はネット経由のLINE 通話っていうのが、主流なんでしょうかね。電気代じゃない、電話代高かった。私 LINE やってないんで、わかんないけど、ぷーぷーぷーぴーひょろろろろガガガガガとか言って、繋がんの。懐かしいですね。そうそう、画像ですら5分10分かかったんですが、全部表示されるのにね。大変でした。もう、動画なんか、環境でやったら、全然止まっちゃって、見れないだろうね、今のところはね。まあ、ナウなヤングには、全くわかりませんよね。サーセン。という感じであります。というわけで、メール党員さん限定新年会、ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。